小中学校の義務教育の現場でですね、外国人生徒の増加が止まらないそうであります。埼玉県川口市ではですね、同等生徒の 43%、 4割以上が外国人であるという小学校が出現いたしまして、学校の方も苦労しているようであります。というのは、日本語が通じない生徒が多々いると。日本の学校に通うのであるから日本語ぐらい覚えてこいよ、思うところですけれども、日本語話せない生徒は大体にして学習意欲も低いそうであります。それはなぜかというと、日本語を覚える気がない、今まで勉強してこなかった、これは日本社会に馴染む気が全然ないってことですよね。最初から親にもその気が全然ないから、子供に日本語を教えずに、あとは日本人の先生さんたち、学校さんたち、よろしくねと押し付けてくるわけなんですけれども、川口の 43% の外国人生徒はですね、トルコ国籍クルド人というのが多いと聞いております。この人らは大体今難民申請中で送還逃れをしている在留期限切れの不法滞在者でありまして、いつ自分が送還されるかわからないということで、日本語を学ぶ意欲も、減ってしまうのは仕方がないことだと思いますけれども、日本は難民申請受け付けておりますけれども、スパイ防止法がない日本が果たして難民を受け入れる資格があるんでしょうか。他の国には残らずスパイ防止法ありますよね。スパイ防止法が世界で唯一存在しない日本において、難民を受け入れる資格が日本にあるんでしょうか。私は非常に疑問に思っております。ですので、日本国政府は難民申請受付やめたらいいのにな、と思っております。それと、川口の 43% の外国人生徒は日本人と同様に学費無料の義務教育受けておりますけれども、私はこれにも疑問を持っております。義務教育は日本人の義務でもありますけれども、権利でもあります。日本人に教育を施す義務を政府が負っている。そしてそのために現在小中学生の義務教育には一人当たり年間70万円の税金が投入されております。外国人の教育は日本国政府の義務ではないんですから、この税金70万円のかかる義務教育を外国人の生徒にも無料で与えるっていうのはどうなんでしょうか。日本人の生徒はいいですよ、そりゃ日本人の子供を義務教育するのは日本国政府の義務なんですから、一人当たり年間70万円かかっても教育しなければなりませんけれども、外国人の子供を教育する義務は日本国政府にはないのですから、日本の小中学生に通いたい、通っている、私立じゃなくて公立ですね、こういう生徒からは年間70万円程度の学費をいただいてもいいんじゃないか、むしろそうすべきではないか、出ないと不公平ではないかと私は考えております。この10年で外国人の小中学生が2倍に増えたそうであります。埼玉県では3倍、川口市だけに限ると5倍に増えたそうであります。川口市の負担も大変であります。税金、外国人の子どもの教育に税金を かける、外国人の教育は政府の義務ではないのだから、私はこれは別にお金をもらうべきだ、年間70万円程度の学費を徴収すべきだと考えております。